ブルッカーメロシアニン A、ブルッカー S メレスイニーンが起きる。溶液がある波長の光を吸収すると溶液はその補色に色づく。故に水のような極性の高い溶媒に溶かした場合、モード溶液は黄色になるが、水より極性の低いアセトンに溶かした場合は紫や青になる。この効果は極性溶媒中ではメロシアニンの規定状態が安定化され、 冷気状態とのエネルギー差が大きくなるため、その分エネルギーの大きい短波長の光が吸収されることにより発生する。同様に、溶媒のプロトン性もモードの色に影響する。水や酸などの水素イオンを供与しやすい溶媒は、水素結合に作用したり裸のプロトンを供与したりして、創生イオンが有利なようにすることで、可視光の吸収スペクトルに影響する。この例として、水よりも、 極性の低い作酸でも水と同じように黄色い溶液ができることが挙げられる。モードなどそれはトクロミックな染料は一般的に溶媒の極性を判定する指示薬としての用途が多く、ある特定の周波数で光を吸収する溶液を作成するのにも用いられる。他には pH センサーや繊維金属の価値音の指示薬にもなり得る。それ以外の用途としては 観光性材料の作成にも用いられる。メロシアニン染料に関する研究は現在も続いている。ブルッカーメロシアニンの合成は4メチルピリジンをメチル化して1、4ジメチルピリジニウム用化け物にすることから始まる。これを塩基触媒によって4、ヒドロキシベンズアルデヒドと反応させ、分子内脱水によってブルッカーメロシアニンを合成する。4メチルピリジン、8化。 メチル4ヒドルキシベンズアルデヒドよりブルッカーメロシアニンを合成する方法。第2段階は弱塩基によって触媒される。ありがとうございます。